銀紙の小焼です。どうも金髪トエです。そして赤髪のワシュです。お願いします。この前さ、はい、トータルテンボスの藤田さんとね、はい、夜ご飯行ったんやけど、その新しい方もいて、マシュゴと知らない人がいて、藤田さんすごいマシュゴのよく言ってくれてないけど、ありがとうございます。その方に説明するときに、はい、赤髪のマシューってやつが考察するんやけども、そいつは視聴者とか作家からもらったみんなの考察いただきマシューして喋るやつやねんっていう紹介をしてました。じゃあ今日もよろしくお願いします。そんな盗撮者、盗撮者新しい称号を得てる。考察してんの良くないよ。それは良くないですよ。じゃあお願いします。はい、僕が、はい、考えてきた考察なんですけど、はい、最新話五老星とイム様のおそらく能力が描かれたじゃないですか。はいはいはい。でそれジャンプ界でも小焼さんが能力なのかイム様が影を作って出したのかみたいな、トエさんも言ってたと思うんですけど、そう、ね、おそらく能力だと思うんですよ。これさ、俺めっちゃ言いたいことあるし、はい、言いたかったんやけど、はい、マシュー君が木曜日にこのやるってなんか聞いてたから俺、はいはいはい、言わんかったよもう全部。なるほど。昨日のね回でも言わんかったし、はい、相当いいの持ってったら俺もう切れて、あの方がこうみたいなやつになりました。いや、そっちですか。うん、いや、じゃあ取っといてくれたんですね、僕のために。そうそう、だから生半可の考察は矢印飛んでくる。いやいや、やっぱやられちゃう。死んでまうな。死んでまう。殺されてしまいたくないマシュー死す。そんなサブタイトルつかないですけど、次回ネタバレの方だ。そんな五老星の能力分かっちゃいましたと、ちゃんと持ってきました。ピザや今そそ泥した。で、そっからこそ泥ピザって。泥ったんですか。恐れ多すぎます。そ泥ピザ。真面目にちょっと喋っていきます。あ、はいはい、はい。そんな五老星の能力なんですけど、うん、まあ、おそらく1085話で描かれたシルエットからゾーン系の能力なんじゃないかなと、幻獣種なのかなとか、その中でもあると思うんですけど、これがそもそも僕の考えからすると違うと思うんです。はい、このゾーン系とかいう問題じゃなくて、この五老星イム様たちは悪魔の実を食べてるんじゃないかなと思うんですよ。そうやで、ね、ゾーン系ってどうしたら知らへん。ワックス呼んでる。細かく説明したいんですけど、悪魔の実っていうワードがあるじゃないですか、そもそも、はいはい、で悪魔の実の中に例えば、まあ、ゾーン系だったら犬の実とか、うん、人の実とか、うん、でそこに今モデル〇〇とかついてると思うんですけど、うん、そもそも悪魔の実モデル〇〇っていう悪魔の実もあるんじゃないかな。五老星たちが悪魔の中の何か、まあ、例えばまあ有名なものだと、まあ、ルシファーとか、はいはい、まあ、よく聞くベルゼブブとかいるじゃないですか、はいはい、悪魔の実モデル〇〇を食べた能力者が五老星、そしてイム様たちなんじゃないかなと。じゃあ悪魔の実の悪魔。そうです、つまり原初の悪魔の実というか。で悪魔さん5種類もおるん。それをちょっと今回持ってきたわけなんですけど、まあ、そう、はい、このそのうちモデル妙入ってんか。悪魔のスタッフなんですか、うん、撮影の音声を飛ばすという悪魔的な、ね、映像も飛ばしてる。チクチク言葉傷ついてますけど、妙が。その悪魔が、まあ、それぞれ、まあ、モデル〇〇の部分をちょっと考えてきたんで、まあ、ちょっともうちょい喋っていきたいんですけど、まあ、そもそもなんで悪魔の実なのかって思ったかっていうと、うん、コブラとイム様五老星が喋ってて、そこにサボが乱入してきましたと。で、まあ、最初にコブラがネフェルタリ・ディ・リリーだとフルネームを喋った時にイム様が D っていう風につぶやいた後、おそらく横からこう矢印みたいなものが飛んできたわけじゃないですか。そうね、でこの矢印の攻撃っていうのがそもそも謎だと思うんですけど、はい、この矢印が何なのかって考えた時によくこう想像される悪魔のイメージってあるじゃないですか。尻尾とか。そうそう、尻尾の部分がそもそも悪魔のイメージできる尻尾そのものなんですよね、はいはい、悪魔ちゃうけどバイキンマンそんな感じやった。確かに。いや、まあまあそういうなんかちょっと角生えてて、この三つ股のこう槍みたいなの持ってて羽生えててみたいなのが、まあ、いわゆる一般的ななんか天使と悪魔の悪魔のイメージなわけじゃん。確かに。でその中に例えばなんか神話に出てくる悪魔の具体的な名前とかがいるわけなんですけど、五老星の名前って一人だけ判明してるわけじゃないですか。ジェイカルシア・サターン。そうです、このサターンっていうのが、まあ、惑星の名前であると、まあ、そもそもそれぞれの神様の名前が惑星に付けられてて、まあ、サターンとかジュピターとかマーキュリーとかがいると。で、まあ、それが5人いるわけなんで、太陽星の惑星の中の古代兵器ポセイドン、プルトン、ウラヌス、それから、まあ、太陽と月、まあ、青色の星の地球の部分を除くと5つ残ると。そうですね。これが、まあ、それぞれ五老星に対応してるんじゃないかっていうのが王道の考察というか、まあ、予想として言われてるわけなんですよ。そんな中でサターン星っていう一人だけ名前が判明したことで、その信憑性が増したというか、まあ、ほぼ確定なんじゃないかっていうところで、その中に五行思想って呼ばれるものが現実にも存在してて、はいはい、土、木、水、火、金、金、これがそもそもこの五行思想って呼ばれるものと太陽系の惑星の5つが対応してると。ってことはこの火、土、木、火、土、金、土、木、土に書いてあります。火、土、金、水、木、分からなくなっちゃった。
はい、まあ、5つあるわけなんですよ、とにかくね、とにかく5つあるわけなんですけど、ね、まあ、この5つの属性というか色に対応した悪魔が、まあ、それぞれの五老星の能力なんじゃないかな、うん、まあ、ちょっと1個ずつこうなんじゃないかっていうか、まあ、具体的な悪魔を調べてきたんですけど、はい、まず1つ目、ベヒーモスっていう悪魔がいるんですね。名前聞いたことあるな。結構有名な、まあ、FF とか、はい、そう、召喚獣にいたら出てくるんですけど、うん、このベヒエモスっていうのが、うん、見た目は象みたいな頭をしてて、うん、体は、まあ、人間に近い、はい、そういった化け物みたいな悪魔なわけなんですけど、はい、このベヒエモスが土に対応してる悪魔なんじゃないかと、はいはいはい、旧約聖書に登場する陸を司る悪魔だと言われてるんですよね。土と陸っていう部分が、はい、まあ、対応してるんじゃないかな。なるほどなるほど、はい、まあ、そもそも、まあ、神様というか獣っていう見方もあるんですけど、はいはい、中世以降は悪魔とする見方が一般化していると。イメージとして、まあ、さっきも言ったように象をモチーフに描かれているイラストとか多いんで、今回登場した五老星の中の一番右側のやつがちょっと象っぽいシルエットしてるんで、こいつがベヒーモスに当たるんじゃないかなと。なるほど。続いて火を司るものがサラマンダー。サラマンダーやね。これイフリートだよ。ああ、そうですね。イフリートも、まあ、あるんですけど、そのシルエットから、まあ、真ん中にこう出てた四つん這いになってるようなでかいやつ、あれがサラマンダーに対応してるんじゃないか。これがまあ四大精霊の一つ、はい、サラマンダーっていうのが火の精霊とも呼ばれてるんですけど、まあ、悪魔側にも同じような存在があると。で、続いて金、これがマモン。え、マモンっていう、まあ、悪魔がいるわけなんですよ。七つの大罪ってよく聞くと思うんですけど、はいはいはい、まあ、その中の一つにもいる悪魔で、強欲を司る。そうなんや、はい、マモンっていうのが、まあ、シリア語から来てるんですけど、このシリア語で富とか財っていうのを意味してると。富、名声、力がシリアやったらマモン。なるほど。まあまあまあ、そう、シリア語で言うとマモンってなるんですけど、まあ、この、まあ、富財を意味してるってことから、金金の部分に、まあ、対応してる悪魔なんじゃないかと。で、まあ、こいつが、まあ、唯一なんか人型っぽいちょっと羽衣が出てるようなシルエットが今回描かれてたんで、こいつがなんか動物には見えないなっていうところで、まあ、人型の悪魔としてイラストがよく描かれてるマモンが当てはまるんじゃないかと。あ、だからまあ多分剣使えるあのハギのジジイ。あ、そうですね、そこが当てはまってくるんじゃないか、はいはい、続いてがレビアタンって悪魔がいるんですけど、はい、リバイアさん、そうです、リバイアさんと、まあ、一緒ですね。発音がちょっと違う感じなんですけど、じゃあ水なんだ。そうです、これが水に対応していると。海とか水を司る悪魔で、リヴァイアさんって聞くと、まあ、ピンとくる人も多いと思うんですけど、伝承にもよるんですけど、海に住み着く大蛇のような姿がよく、はいはい、遊戯王のカードとかにもあったんです。まあ、確かにありましたね、はい。まあ、一般的に想起される、さっき言ったイメージとしての悪魔、人型っぽい悪魔の姿としてレビアタンが描かれてることも、まあ、多いんですよね。レビアタンが大口を開けてったような、なんかうわーってなってたシルエットのやつがここに当てはまるんじゃないか。大蛇っていう見た目のイラストからここに当てはまるんじゃないかなっていうのが。じゃあ剣士と戦ってね、レビアタンのタンを食べたいね。まずそうですけど。そうすか。そうすか。はい。で、続いてがバジリスク。パチンコやん。そのバジリスクとはまた違う。あ、そうなんや。バジリスクでパチンコ思い浮かぶの結構ヤンキーにハマってんの。そうすか。大丈夫ハマってない。競馬以外もやってるんすか。パチンコもこれは負けたけど、まあ大丈夫。負けた、うん、やってた。はい。で、まあ、このバジリスクは、そのバジリスクとは違うんですけど、コカトリスっていうやつもちょっと似たような存在としていまして、鶏っぽい頭に、まあ、蛇のような尻尾に、恐竜みたいな、こう翼、プテラノトンみたいな翼を持ってる。おったな、そのシルエットのやつ、右側に。いや、そうなんですよ。うん、なんか、ファイヤーって言ってましたけど、弱そう。はい、悪魔なんで。まあね。はい。まあ、このバジリスクに似てるやつが、ワンピースにすでに出てて、インペルダウンに、バシリスクっていう。あ、ほんまや。おー、はい、おーおーおー、鶏が産んだ蛇っていうね、はいはいはい、バシリスクっていうキャラが出てて、いわゆるバジリスクの外見そのものなんですよね。だから登場してきてはいるんですけど、コカトリスとして出てくるのかもしれないし、バシリスクとして出てきてるわけなんで、モデルバジリスクとして五老星の方では使われてても、まあ、おかしくはないの。確かに確かに。これが、まあ、木に対応する悪魔なんじゃないかなと思ってて、うん、動物植物から、まあ、自然をイメージできるっていうので木に、まあ、当てはまるんじゃないかな。こいつ木なんや。木そのものではないんですけど、うん、まあまあまあ、自然物っていうところから、はい、まあ、ちょっと繋げてきたっていう感じですね。で、まあ、このくちばしを持った鳥みたいなシルエットやつが、うんうん、まあ、そいつに当てはまるんじゃないか、はいはいはい、でこんな感じで、まあ、悪魔そのものが当てはまってるか分かんないですけど、それぞれ悪魔の実モデルバジリスクとか、悪魔の実モデルレビアタンとかっていう、まあ、そのゾーン系とか、まあ、ロギア系パラミシア系っていう風に今3つに分類されてますけど、そもそもは悪
悪魔になれる特殊能力を得られる果実が悪魔の実として出てきたんじゃないかな。ほう、それを食べてたのが世界政府側なんじゃないかなっていうふうに思ってて、悪魔の実の説明って一瞬だけ、エッグヘッド編の最初の方にベガパンクがやってたじゃないですか、うん、でこれが、まあ、悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性である、はい、この悪魔の実が人の進化の可能性っていうことは人ならざる力を得ることができると、ファンタジーみたいな設定なんですけど、この人を超えた力を得られるっていうのが悪魔の実、うん、ってことは五老星たちは自分たちが神であるっていうふうに思いたかったと思うんですよ、うん、はい、人を超える力を得てる。確かに。でもそれは名称としては悪魔の実なんですよ、うん、悪魔になれる力だから。ここがまあ矛盾してて、今回分かったある巨大な王国と世界政府側二重の王族の戦いの歴史っていうのがあるわけじゃないですか、はいはいはい、空白の100年に起こった巨大な戦いだと。あるある。でこれである巨大な王国側に太陽の神ニカ、ジョイボーイっていう存在がおそらくいたことも確定したわけじゃないですか、はい、そう確定よ。でこの太陽の神ニカっていう存在が巨大な王国側にいたと、これはもう神様なんですよね、うん、はいはい。ただ二重の王族側、世界政府側には悪魔の実、悪魔っていう存在しかいなかったと。でも自分たちは神になりたかった、だからこのある巨大な王国側を倒して自分たちが神になろうとして起こった戦いこそがこの空白の100年に起きた戦いなんじゃないのかなと。おー、なるほどね。すげえ納得できる、はいはい、そうなんですよ。でこの悪魔の実っていう存在を食べてしまったんですけど、ただコラソンの回想の中でリエの一族とかは神の天敵って呼ばれてるって言ってたじゃないですか、うんうん、この太陽の神ニカがいたある巨大な王国を倒すことで自分たちは神になったわけじゃないですか、うんうん、世界政府側は。でも悪魔の実っていうものを食べてるから悪魔であることに変わりはないんですよ、うん、確かに。だからこそ神の天敵っていうワードをわざわざ使って自分たちが神であるっていうことをさらに認識したかったんじゃないのか、はいはい、っていうのをまあ植え付けるために流したことなんじゃないかなっていう。なるほど、はい、考えもできるんじゃないかな。おー面白い。今この最新話でめちゃくちゃ一気にもうワンピース終わるんじゃないかみたいな、それぐらい進んだよね。そうなんですよ。めちゃくちゃ情報量があったわけなんですけど、新たに判明した謎として五老星イム様の能力っていうのも考察できるというか、考えることができる余地としてあるわけなんで、今回それを考えてきたわけなんですけど、他にも考えることができるんじゃないかなっていうヒントとして、サボが助けに入ったわけじゃないですか。この状況どう考えても異常だろっていうふうに思って、まあ、割って入ったわけなんですけど、その時にあわよくばここで全員刺したかったがっていうセリフの後に、この世界のてっぺんに地獄があるとはって言ってるんですよ。その言ってた。そう、地獄っていう表現をなぜわざわざしたのかなって思ったんですけど。なるほど。それはこの五老星イム様たちの姿を見て、ここは地獄だっていう風に表現したんじゃないの。悪魔だらけだから。そうなんですよ。なるほど。そめっちゃおもろいやん。確かに腐ってやがったとかじゃないもんな。そう、もう見てわかる地獄っていう表現をしてるんですよね。確かに見てわかる悪魔がいたから地獄っていう風に表現したんじゃないのかなと。で、まあ、もう一つの可能性として、地獄って聞くと仏教の考えというか、まあ、日本にもあるような地獄っていう表現だと思うんですけど、はい、まあ、その地獄の門番とか地獄にいる獣の悪魔の実の可能性も別の可能性としてあるんじゃないかなと思ってて、はいはい、例えばゴズメズ、まあ、牛の頭馬の頭って書いてゴズメズっていう、ゴズメズって俺の彼はドラゴンボールのアニオリのキャラです。アニオリなんですか、はい、それどこに出てくるかって言ったら、はい、僕死ぬやんか、はい、蛇の道を進むわけだけど、はいはい、落ちたら地獄に行くやん、はいはい、アニオリの場合地獄編になるのちゃんと、ゴズメズが出てくる。なるほど、うん、まさにその地獄の門番として、うん、ヌラリヒョンの孫とか、あとホオズキの霊鉄とか、まあ、地獄がモチーフになってるような、もともとそのモチーフとしてある伝承にもあるゴズメズっていうキャラなんですけど、はい、牛の頭と馬の頭を持つ妖怪みたいな存在っていうのが、うん、五老星の一番端っこのキャラにもまあ当てはめることもできるんじゃないかなと、うん、なるほど。ちょっと牛っぽいシルエットもしてたじゃないですか、はい、で、まあ、ゴズメズで鳥もいたわけなんですよね、はい、ファイヤーみたいなやつもいたんですけど、はい、これもちゃんと地獄にそういう存在がいて、その名の通り地獄鳥、地獄の鳥って書いて地獄鳥っていう化け物がいて、はいはい、こいつは火を操ることもできるんですよ。ファイヤー、まあまあ、まさにファイヤーなんですけど、うん、それぞれ地獄だけで絞ってみても当てはまる能力を持つこともできるんじゃないか、うん、悪魔だけじゃなくて地獄っていうところを取ってみてもその考え方もできるなと、うん、それはまあサボがもうわざわざこの世界のてっぺんに地獄があるとはっていうふうに言及してたんで、うん、まあ、そう考えることもできるんじゃないのかなと。もう一つ結構ツイッターとかで話題になってたんですけど、はい、怪獣たちのいるところっていう絵本が、まあ、モチーフになってるんじゃないかと。これご存知ですか、その絵本自体は。後ろのは全然なんか僕も子供の頃読んだことはなくて、はい、その読んでみたんですけど、うん、主人公の男の子が怪獣のいっぱいいる島に行って怪獣たちの王様になると
怪獣たちを従えるんですけど、まあ、結局怪獣たちの王様っていう立場をやめて自分のいた元々主人公のいたところに帰る、簡単に言うと怪獣たちのいるところに行って帰ってくるっていう物語なんですけど、まあ、その怪獣たちのいるところの絵本のある1ページがめちゃくちゃ今回出てきた五老星とイム様の関係に似てるっていう風に話題になってると。なるほどね。で、まあ、その絵本の一コマがこのイラストなんですよね。鳥っぽいやつもちゃんといるし、ほんまや、まあ、牛角生えてるやつもいるし人型っぽいやつもいると。でその上にこのイム様っぽい王冠をかぶった男の子主人公がいると。お、はい、見事にこれじゃん。そうなんですよ、うん、これそのものがイム様とゴロセのモチーフなんじゃないかというふうに、うん、なるほどね、まあ、結構話題になってたんですけど、はいはい、ただ、まあ、物語全体を見るとイム様が主人公の男の子だとすると、うん、そのイム様は自分の世界の王っていう立場を放棄してこの後どっかに行ってしまわないと絵本の物語とのリンクはないわけです。確かに。このある1ページ一コマを切って取ってみると、まあ、めちゃくちゃリンクはしてるんですけど、かつてね世界征服ができる前にそういうことをしたから、はい、結局今世界征服ができたみたいな可能性あるよね、うん、あ、まあまあそうっすよね、うん、はい、その男の子が島に行くっていうのも船を作って航海をするっていう、うんうん、海賊の物語っていう見方もできるんで、そうなんや、結構この絵本とのリンクっていうのは、まあ、その見方もあめちゃくちゃ面白いなと思うんですけど、すごい、まあ、ただ能力を持ってるっていうことは変わりないんで、じゃあその悪魔の実の能力っていうのは何なのかって考えると、具体的に、まあ、今日僕がお話したような、まあ、悪魔とか地獄の使者たちの、まあ、能力を有しているんじゃないか。じゃあ例えば悪魔の実だとして悪の実モデルなんとかっていう風に考えることもできるんですけど、うん、そもそも悪魔をモデルにしてるんだったら、じゃあ悪魔の実でいいじゃんっていう風に思ったのがきっかけで、なるほど、ちょっと今回この考察が生まれたと。面白い面白い、はい、どうですか。いや、まあね、優秀な作家さんだなってうん、本当の意味の悪魔の実がやってきたということでね。どういうことですか。悪魔の実、悪魔の実と悪魔の実がかかっているから本当の意味で悪魔の実やね。あー、だけってことですか。そうそうそう、あ、オンリー悪魔オンリーデビル、オッケーオッケーは、ヨーロッパ行ってたからって、うん、素晴らしいね素晴らしい、面白かったです。はい、ありがとうございます。はい、俳優マシュー君のですね SNS は概要欄貼ってますので、ぜひフォローしていってください。お願いします。それでは See you. Bye. ありがとうございます。「僕を困る」